どうせその流れとしてはやっぱりロボット化というか人材が足らないというところで、どうしてもその機械化に頼っていかなくちゃいけないというところが、まあ5年10年内に来るだろうなと。まあ何かしらその次どういうことがしたいですかって聞かれた時に、必ずまあやっぱり次はもうロボットだろうと。